さあ、アンパッキング9回目からやっていきたいと思います。前回こちらの、家の半分をね、やったんですけど、めちゃめちゃね家具が多くてね、2回目のパートに移ったっていう感じですね。特にここめちゃめちゃ多かったですね。これでもまだ、完全な整理はしきれてないんですけどね、こんなところに植物あったりね、おかしいもんねということで、今回本当のラストだと思います。今回がまだ部屋じゃねえや、引っ越すんだったらまたあると思うんだけど、多分これでラストなんで、まあ、前回と同じ日にちに撮ってるんで、めちゃめちゃ記憶力は新しいですね。やっていきましょうか。こちらもういきなり小さいもん出ましたね。小さい輪が出たということで、歯ブラシですね。なんか毛合い開いてない見ていきましょうか。こちらも、すごい柄だよね。なんかもうどういうことっていうような柄してんだけどさ、本当に毛がピンクのさ、見たことないんだけど俺そういうのあるんだね。櫛とかもねこういう感じであったりして、いやー豪華だよねこんな感じで。いやーこんな感じで置いていきますか。でもさ、引き出しに置きたい。これは引き出しに、歯ブラシはさすがにね立てかけときたいんだけど、こういうね、櫛なんかはね、引き出しにしまいたいと思います。はい、こちらも、こちらはあれですね、接着剤ですね。接着剤で、あーこちらメイク用品みたいな感じで、わーでもすぐしたいと思うからこの辺置いとくのがありかな、なんかしまえうよりは。はい、こんな感じで、わーコップか。あ、コップはこれあれですね、アンセムじゃねえや、アンチジョーカーじゃなんだっけ、アンチなんやらのコップですね。2つありますね。こんな感じで置いていって、どこ置こうかな、すぐ取れる場所がいいよね。うわーちょっとどうしよう、こん中入れとくもあり。いやでも良くないな、それはこんな感じでいいか一旦ね。オッケーで、これなんかアイプチみたいなやつね。んで、はい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 、こんな感じでね。まあ化粧用品なんでね、同じとこにね固めといた方が嬉しいと思うんで、これもそうなのかな、わかんなくなるよね。でもこういうのってさ、こういうなんていうの、カプセル系はちょっとこの中に入れようか。こういうね、カプセル系はね、入れたいと思います。爪切りか、爪切りはそうだな、まあこんな感じかな。はい、もういろんなクリームあるからわかんないんだよね、ここまで来ると。これ中入れとこうかな、新しいね、中入れとこう。んで蜂蜜ね急な蜂蜜が出て、何これ、あーなんか、これはマジでわかんないんだよな、パンパースみたいなの。もう一旦下だよな。一旦こうでいいかな。よし、オッケー。さあ続いて見ていきましょう。ガンガンいこう、ガンガン。クシちゃんね、クシちゃんが出てきたんで、クシちゃんは一旦はこちらですね。クシちゃんはクシちゃんと分けときたいな。でもこんな感じで、アイロンか、アイロン入んない、うわアイロン入んないのか、どうしよう、入んないのか。入んないってなるとちょっと話が変わってくるな。こうするこうしとくか。でこちらはボディーソープとかシャンプーとかですね。まあこの辺とかは前回と変わってないかな。前回のシャンプーとか使ってるっていうような感じですね。前回のシャンプーって前回のシャンプー使ってたらおかしいが、同じやつ買ってるって感じですね。ピサのシャトーが出てきたんで、こちらに置きたいと思います。ちょっとね、鏡に映ってるんだけど、まあ大丈夫でしょう。これぐらいなら。んで、アヒルちゃんだ！かわいい！まあこれはそうですね、ベイビーが喜ぶもんなんで、この辺に置いときましょう。よーし、これはなんだ？え？何これ、何これえ、口紅、口紅いっぱい入ってるやつ出てきた。もう口紅だらけの口紅がいっぱい出てきたな。とりあえずこの口紅下置いとく。なんかよくわかんないな、これこんなに多かったら。これはあータオルか、タオルはそうだね。でバスボムとかもこの辺置いて、ポーチか、うーんこっちでいいかな。よし、目薬ばっこら辺置いて、いいね。やっぱね、目薬系はね、この布団の中じゃねえや
目薬系は布団だなってよくわかんないね。目薬系はね、これ棚の中に入れたくなる。めっちゃ使うわけじゃないからね。リポビタンで出てきましたね。リポビタンで、で続いてバスボムですね。これも重ねて置いときたいけど、重ねられないから外に置きましょう。はい、こんな感じでね、ある程度ね、もうね、ここに何置くかっていう、こういうものが出たらここに置こうっていうのをね決めてるんで、まあある程度はいい感じにできるんじゃないかな。なんか新しいねこれ、今見たけど、なんなんだろうこれ。バルクオムかなんかかな、あの宣伝でしてる YouTube の宣伝であるやつ。ティッシュ、なんか湿ったとこでティッシュ使うかって感じだから、ちょっと別のとこ置こうか。ティッシュ、テレビの前邪魔にはならんからいいかな。よーし。あ、何気にさ、これさ、あれあるね、あのトイレあるんだ。え、トイレほんと2個あるってことか、マジか。とらわれの、とらわれのゴミ箱みたいなんだけど、とらわれのゴミ箱、とりあえずここですね。とらわれのゴミ箱はちょっと怖いな、さすがに。こんな感じで置いて、体重計か、体重計もそうだね、この辺に置きましょう。オッケー、いいね。ただこのね、杖がね、どうしよっかなって感じですね。あ、こっちに置ける？いいね、いいね、いいね、いいね。こんな感じだわ。よーし、行こう。トイレットペーパーですね。トイレットペーパー、上、オッケー、上置いて、これも上置きます。めっちゃある。めっちゃある。これ、トイレのあの、カシャカシャするやつ、あ、できるんだ。え、こんなのある、え、待って待って。え、こんなんできるんだ。え、こんなんあんのみんな。どうやって切んのこれ、すげえ。なんか新しいね。ああいうのもあるんだね。で、これもとかも、ふにふにって中入れるんだっけ、どっちだっけな。え、どっちだっけ、外側だっけ、中だっけ。外だった気がするな、俺。なにこれ、バケツかなんか。中何も入ってないな。まあ、なんか使うんでしょう。わ、あ、掃除だ。掃除用具来た。マジか。すげえ万能になったな。でも入んないっていう。マジか。掃除用具来たな。いいですね。はいはいはい。肥料。急に肥料が来た。急に肥料ですね。肥料、まあ、うん、お風呂場置いてても、まあ、そんなに違和感はないのかな。まあ、端っこにしときましょう、一応。ね、気持ち悪いんでね。こちら、救急セットですね。で、わしゃわしゃ。青色のね、わしゃわしゃも来るんで、それもちょっとね、確保しつつ、バスタオル。なにこれ？ミミズに見えた。え、なにこれ？なにこれ？でかすぎん？いるこれ、ほんとに。え、なにこれ？なんなの？え？なにこれ？なにこれ？謎なもん出てきたなぁ。ここ、いや、ここだとまだかさばんないから。これ、なにこれ？わかんない。ひとまず草とかも置いといて。はい、見ていきましょうか。んで、トイレットペーパーの芯を入れます。OK。で、わしゃわしゃを入れます。え、これマジ謎。ゴミ箱かな？でもでかすぎるんだよな、ゴミ箱。はい、こんな感じで置いて。あー、ひげ剃りね。ひげ剃りか。ひげ剃りね。わー、置けない。え、置けないはやばいな。どうしよう。これピンチだ、俺。こうしようか。で、これ、串を、別の場所置くとかにしよう。串を、普通にこうでいいかな。手入れするときに、メイクするときに、この髪型とかね、セットすると思うんで。よーし、いいね。んで、想像力も確かめられるね、これ。んで、これ、バスボムがマジで多いから。はい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 。女性用のね、やつですね。はい。名前は言いますよ、皆さん。俺、名前は言いません。皆さん、察してください。お、なにこれ？なにこれ？なんじゃこれ。あ、これあれだ。あれです。洗剤、洗剤。初めて見たな、洗剤。初めてこのゲームで見たんだけど、洗剤を。マジか。
辺置こうかな。こっち置き、いやーどうしよっかな。置く場所が結構ねもうないんで、いやここでいいかな。うん、置く場所ないからね。あー洗剤のね、あっちバージョンですね、あの液体バージョン。どうしよう、この辺置く？よく使うよね、でもこの辺って。だから前の方出しときます。うん、こっちより多分この奥のやつより使うはずなんで。んーで、こちらはなんだ、まあひとまずお掃除のやつでしょう。わあ、なにこれ、洗顔かなんかかな、わからん、わからんのがいっぱい出てくる。まあひとまずね、まあお掃除系が多いと思うんで、まあ、お掃除系って意外とかさばったりするよね、マジで本当に。んーで、これって確かね、なんかスプレーだった気がするんだよね、トイレの。だからこっちに置くか。スプレーのトイレだったと思うからこっちに置きます。で、あーゴキ系ね、ゴキ系はどうしよっかな、この辺かな、端っこに置いて。んーで、こんな感じでして、オッケー。さあこんな感じでいこうかな。さあ続いて、何、予備か、予備軍出てきちゃったな、予備軍出てきちゃったか。こんなか入んないしな、これどうする。え、予備軍どこに置くんだろう、他置く場所がないんだよね、予備が。ちょ困るな、いや困るな、めちゃめちゃ。赤で固めとく？あ、わかったわかったわかった。こういうことだ。こういうこと、こういうこと。おそらく、でも同じ色ってやめた方がいいのかな。どうなんだろうね、その辺。カゴね。はいはい。洗濯物のカゴですね、おそらく。これはどこ置くのがいいんでしょうかね。扉の前だと、邪魔くさいか、さすがに。いや、ここも扉の前になっちゃうしな。これちょっと難しいぞ。で、これ、あ、こうしよう、こう。こうだ。なんかうまくいけ。なんか、なんか飛び出てない？どうやったらこれ飛び出ないの？なんかの飛び出ちゃうんだけど、どうして？これ、だってさ、ここ以外置く場所がないんだよね。トイレの前置くのもあれだしな。風呂場の中もおかしいしな。だったら、これなんか浮いちゃうんだよな、これ。ほら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 。なんか浮いちゃうんだよな。こうしとく？なんかでもさ、狭すぎない？アンパッキングむずい。アンパッキングむずいんだけどね。これ絶対嫌だもん、ここに置くの。これ修正します、後で。絶対修正します。いやもうこれだっておかしいもん。めちゃめちゃ歩きづらいし。で、まあこれね、こんな感じで置いときましょうか。はい、まあひとまずね、出揃いました、こんな感じで。やっぱ気になるのがね、あのこのカゴですね。あとこいつが何なのかっていう正体不明のね、物体があるんで、この辺また改善していきたいですね。さあ残りあと2部屋となりました。いやー、これはあれだね。なんか、最終、どういう感想を残して終わるんだろうね、このゲーム。ちょっと気になりやす、気になりや、気になりやすってなんかもう、別の人みたいになっちゃったな。さあ、見ていきましょうか。麦わら帽子ということで。麦わら帽子が、どうしよう。でもなんかこういう棚、おしゃれだよね。いや、どうしよう。でもこういうさ、戻って床に置いてもいいよね。うん。よし。で、上の方に置いて、なんか、立てかけるやつ欲しいな、帽子を。で、ハンガー出てきて、これもね、ちょっと服、着させていきましょう、ハンガーに。あー、ハンガーね、これ、結構、出てくんじゃないかな、この調子だと。ハンガー、多いな、やっぱり。で、謎のね、もう、すごいセンスしてるよね、これ。これ着るって結構勇気いると思うけど。まあ、下として、ああ、これね、可愛らしいね、あれですね、ブランドの、服ですね。はい、これめっちゃお気に入りっぽいんでね。あ、可愛い、このこのスカートめっちゃ可愛いな、ちょっと待って。あー、ここで、これを挟むと。オッケーオッケーオッケー。
ああ、これもいいな。これもいいっすね、やっぱり。で、これを着させていきます。いやー、こういう感じでシンプルなね、着させられないんかい。あ、なに？宝箱？え、宝箱ある。ねえ、宝箱ある。宝箱あるよ。マジか。宝箱とかあんの？貯金箱っぽいね。で、これを置きます。で、これスカートでしょ、これを。OKOKOK。んで、つけます。あー、ズボンもいいのか。でも、ズボンは縛りになりづらいから、畳んでもいいな、最悪。あ、スパッツとかあんだ。これ運動用の、あれだよね。OKOK。いいね。あ、なんか引き出しとかある。ちっちゃい。すごい。あ、一個一個じゃなくて、二つごとに分かれてんだ。わ、すげえな。待って、これ結構この部屋楽しいかもしんない。どうしよっかな。帽子でしょ？この辺でいいか。あ、置けるの上とか。でもここがいいな。んで、あー、これね。前回もあったよね、この服。この服を下に置いといて。ハンガーがめちゃめちゃ多いんで。あー、このつなぎじゃねえや。これめっちゃ好きなんですよ、おね。おねって何？おね？とりあえず、あー、アンチヒーローね。アンチヒーローの T シャツは大切にしないと怒られるんで。こんな感じでハンガーとかも入れつつ。上下。あー、かわいい。これね。いや、これも前回も俺言ったんですけど、この服めちゃめちゃ好きですね、俺。うわー、かわいい。かわいい、めちゃめちゃ。俺が着たらやばいことになるんだろうな。俺が着たら白い目でみんなに見られるんだろうなっていう。見ていきましょう。なにこれ。あー、裁縫のやつか。あ、これ裁縫道具か？こういう裁縫道具あるんだったら、すごい独特で分かりづらいよね。多分貯金箱です。これは？バウムクーヘンですね。まあ、よく分からないものなんで、下に置いときましょうかね。裁縫道具かもしんないね、これ。あー、ショートパンツね。ショートパンツいいな、かわいいな。ショートパンツも縛りになりづらいから、最悪畳まなくてもいいかな。あ、こちらなんか、ちょっと暗めのショートパンツですね。OK、ガンガン開いていきましょう。こんな感じで、ハンガーがものすごい飾るんですよね。それは知ってましたけど。あー、これ、大人っぽい服ね。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけどですね。とりあえず、ジャケットですね。ジャケット系、かっこいいな、これ。俺でも着れるかもしんない。あー、出た、これ、エナナンっぽいね。いやー、これ、エナナンでしょ、もうね。エナナンだよ、これ。ね、みんな、これ、エナナンだって。いや、めっちゃ可愛いもん、これ、エナナンだ。エナナン！エナナンだ、これ。エナナンです、これ。皆さん、これ、エナナン。これ、エナナンだよ、これ。完全にエナナンです。もう、最高。もう、エナナン最高。やばいわ、これ。あ、エナナン最高です、皆さん。皆さん、こんにちは、エナナンですって。いや、もう、最高じゃん、これ。かわいい。これ、黒いさ、スカート入れたらもう最高じゃない？黒いの、もう最高。あー、もう最高です。ありがとうございます。もう急に俺、声のトーン大きくなるじゃん。エナナンのことになったら急に声のトーン大きくなる。あんまりこの実況でさ、声張ったらさ、いけないのにさ、持続するじゃん。長いこと実況するね、ものに関してはね、あんまり声張っちゃったらね、後々ね、後悔するんで。いや、でもこれ、エナなんだよ、もう最高すぎるわ、もう。やばい。あの服、俺着ないけど欲しいわ。なんか、マネキンに着せてさ、エナナンっぽい服にしたいんだけど、俺。わかる？なんかそういうの、なんか変態と思われそうだな。大丈夫かな？ できればしてみたいけど。あ、かわいい。この服もめっちゃかわいいな。うわ、めっちゃかわいいな。エナナンに着てほしいなって、なんでエナナン視点なんだ、もう。もうエナナンのことしか考えてないじゃん。とりあえず、下着類はそうですね。この辺に。前回より、少なくはなったんですけど、しまえる数っていうのかな。なんだけど、その分、しまう数は、増えたのかな？伝わったかな？わかんない。とりあえず、この下着を、パンと入れていきまして、まあ、この辺は一旦適当でいいかな、なんて思ってます。これちょっとシワになりやすそうなんで、このスパッツ系ね。で、これ、あ、あー、スポーツのやつだ。わあ、初めて見た、スポーツのやつ。いいね。んで、
買ったんですね。ああこれね、うわー素晴らしい、もうセンスの塊、もう最高のセンスしてますねこの方。あ、絶対ブランドだこれ。こんなね、フランスみたいな、こんなフランスみたいな国旗の色したバッグは絶対高い、めちゃめちゃ高いと思う。うわーやばいやつ買ってますね。ねえ、出世したからって言っていいもの買っちゃって、んで、でこの下着類はそうですね、飾っていきましょうか。下着類を飾っていきましょうか、やばいね。下着類を飾っていきましょうか、もうやばすぎる。あー何これ、あーなるほど、青色のね、はい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 、まあまあまあなかなかって感じですね。なかなかのセンスしてますね。俺はでもあのエナランっぽい服すっごい好きですね、地雷っぽいね。あーまた特徴的なの来たな。こっちどうしよっかな、まあこうでいいかな、オッケー。まあこんな感じでね、卵焼きとかも置いていきつつ、おーっと大人っぽいのまた来た。これはどうしよっかな、一旦保留ですねこの辺も。はいはいはい、あー紫色ね、はいはいはい、ジャケット、はい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 。でもこれ上下履いたらなんかあれじゃない、なんか変になんないかな、あの統一しすぎて、色が統一しすぎてなんかどうなんだろうっていう感じがするんだけど的に。うわーチェイサーじゃないや、なんだっけ、ドレッサーみたいなやつ出てきました。うわーこれどうしよう、これどうしよっかな。いやこれ下がいいな、みんなこれ下がいいわ、多分こうする方がいい。はいはい、カバンとか置いて、うわー絶対こっちの方がいいわ、もうしっくりくるめちゃめちゃ。んでこっちでハンガーかけて、おおすごい服着たな、なんだこれ、俺だったら着こなせないなこれ。うわー俺だったら着こなせないわ絶対、すごい独特。はいはいはい、あーニット系のね、いいですねこれも、これですごい服の量、ものすごい服の量してるよねこれ、半端ねえな、マジで半端ないっすね先輩。先輩なのか知らんけど、あなんかここ黒いぞ、新しいやつかな、新しい下着ゲットしましたね。なんかやだな、なんか今の言い方やだな、俺がなんか普段から下着泥棒みたいな感じになってる、やめてみんな、違うからね。なんか珍しい下着ゲットしたみたいな、何それやめてみんな、そんな変態じゃないから俺、違うよ俺そんなことしないからね、ねめちゃめちゃ焦ってんじゃん俺、勘違いはねほんとやめてほしいんで、ね本当にないからね。あーなんかサンタクロースみたいな色合いの来ましたね、はいはいはい、はい、おーかわいい、かわいいな、いやこれなんかね繋がってんの俺好きなのかな、いやー素晴らしく好きですねこれ。派手なんですけど青色っていうことによってちょっと派手さを抑えてるんですよね。いやこれも最高ですね、なんか俺の説明さがさ、なんかこのなんつう服を作った人みたいなあの感想してるよねこの色はっつって、この色はねっつって、ね、めちゃめちゃ知ってるかのような話をしてるけど、今初めて見たからね。さあ見ていきましょうか。おっとこれも可愛い、全部可愛い、なんかさこの子の持ってる服結構可愛いの多いよね、ね可愛いの多いよね、めちゃめちゃ素晴らしいわ。あーこれズボン系ね、はい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 、これもかけていきましょう。これ満タンじゃないこれ、ほぼ満タンにできるんじゃないかなってぐらいすごい持ってますけど、んでこれかけられなんか多すぎてかけられないんだけどハンガー余ってるはずなんだけどさ、あの多すぎてかけられないっていう事件が起きてます今、まさかの多すぎて、ほらほらほらかけられないっていうね逆に、困りましたねこれは。ハンガーね、ズボンはズボンで分けようかな、今から分けたらでも大変そうだな、めちゃめちゃ。一旦一番端まで行って、よしちょっと片付けました。はい、繋いでるものは左に置きました。こちら、あ出ましたね、こちらもあったねそういえば。ねまだねちょっと、うわーやらかしたな後からやるべきだったねこれは。んでこれをまず
あ、違う違う違う、あ、待って待って、なんかミスってるな、いろいろ。これをさ、こうやっ、うわー、めっちゃ便利。よし、オッケー、完璧。これで、あー、おパンティー出てきて、このままいきます。まだ服出ると思うから、もう出ないか、さすがに。まあでも一応ね、念のためちょっと開けときましょう、この辺とか。はいはいはい、下着類ね。まずね、下着類はまあまあわかりますよ。はい、こんな感じで入れて、もうしまって。何これ、何これ、タオル、タオルか、これ。なんかいつもと違うよね、これ。あ、同じか、あ、同じか、なんか違うように見えたな、今。はいはいはい、こんな感じで置いて、いいですね。よし、こんな感じで置きます。で、ここ満タンだから下行って、うん、この柄好きだよね、そういえば。なんかミニーちゃんみたいな。あー、来てしまったか、第2弾。いやー、あ、これはこうすればいいんだ、みんな。わかった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 、こうだ。ね、一番上に、こんな感じでどう？そうするとさ、ほら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 、統一感出ない？こんな感じにして、で、下着をこうするみたいな。いいじゃん、これで統一感ちょっと生まれるね。んで、ここに置きます。おお、すごいの出てきたな、また。で、これもまあ一旦畳みます、一旦ね。んで、こっちも同じような蜂の巣みたいな、あー、ちょっとドボン系タイプのね、お服ですね。これもなかなかいいんですけど、やっぱあのエナーナには勝てないな、あのエナーナの服には勝てないですけど。あ、これもそうですね、これも可愛いんですけどね、色合いとかも。んで、おっと、これなんだ？あ、これあれか、なんかあの色チェーンするときにね、上から被るやつだ。これもこれつけたらちょっと熱そうだな。でもいいね、これも。はい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 、どす黒い色で出てきたな。あ、出ました、これめちゃめちゃ高級なね。まあ、これもかけときたいんですけど、まあ一旦は保留かな。あー、これか、どうしよう、一旦置かして、ここに置く場所ないから。んで、こんな感じで置きます。よーし、いいんじゃないかな。さあ、ガンガン開いていきましょう。おーっと、これはこれはこれは、みずきちゃんカラーのエナナン。みずきちゃんカラーのエナナン来ましたね。いやー、これもいいですね、綺麗な色してるわ。いや、いい、非常にいいの引きましたね。引きましたってやばいけど、ここに入れていきます。はい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 、なんか普通って感じのベージュっていうね、めっちゃ普通な色のが出てきたんだけど、置いといて、んーで、こんな感じで入れていきます。もう黄色か、珍しいね、黄色って着こなすの難しいからさ、結構これ全然持ってないんだけど、服やばくない？なんか動画撮影かなんかするの？この黄色と黄色の組み合わせはさすがにしないよね。やばすぎるよね。さすがにさ、もうレインボー。レインボーあるよ。すごい柄だな。大丈夫かな？まあ大丈夫ではあると思うけど。見えるとこではないが、え？ノート？急にノート出てきた。クロッキーか、マジか。クロッキー急に出てきたからちょっとびっくりしたけど。よし、この辺に置きましょうか。オッケー、いいんじゃない、結構片付いてきたね。んーで、最後の箱開けていきましょうか。こっちもあるんですけど、よーし、見ていこう。こちらは香水ですね。おそらくこっちに、置くものなんじゃないかなと思ってます。ちょっと重たいな、俺の画面大丈夫かな、動画。んーで、こちらを置いていきます。はい、ショートパンツ出まして。いやー、すごい服の数だ、本当に。もうね、意味のわからないぐらい服の数ありますね。でもこれだけあったら楽しいだろうな。金庫急に金庫出たな。でも、金庫ってさ、
あの服のこんなところ端っことかに置いてるイメージある。いいね。なあ出た、なんか視力検査みたいな、視力検査みたいな模様のが出てきた。一旦置きましょうか、この辺とかね。はい、終わりました。いやーこの辺はそうですね、ものすごい服の数があるんで、ちょっと整理しようかなと思ったんですけど、後でね俺ね、あの修正するんですよ、最後に、動画の最後でね。なんでその時にこれ、この辺とかもねあれしようかな。さあ最後の部屋やっていきましょう。なんかクリーム持ってきたんだけどね前の部屋に持ってきちゃったんで一旦置いてね。この辺はね最後にね、パッと、綺麗にしたいと思います。とりあえずこのフックサたちをここに置きまして、最後の部屋だよこれ。みんな、うわーマジか、アンパッキング最後の箱です。これが見ていきましょうか。はい、こちらは、お薬、お薬じゃねえや、匂いですね、おそらく匂いのやつ、ろうそくかな、ろうそく。この辺置いてもいいかなーって感じですね。ろうそく、これね立てかけられるんですよ、こうやって同時に。はい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 、あーここの部屋いいね、この部屋いいっすね、綺麗だわめちゃめちゃ。 OK、 こんな感じで飾って、なにこれ なんかさ合わなくないこの部屋に何とも言えない絵が来たんだけど。んで、あーひよこちゃんか、いやこれね前回の家もありましたけど、めっちゃ可愛いな、やっぱ最高だわこのひよこ。うわ馬、馬だ、すげえ、馬とかあるんだね絵で、かっこいい、めちゃめちゃかっこいいじゃんあの馬。こちらはなんか怖いななんか怖いの来たな。ペンですね、アイハーはペンなんで、ペンか、ペンはでもそんなめっちゃ使わないからこの引き出しでいいかな。んでノートはその近くに置いて、でろうそくは重ねといて、はいこんな感じでね。わあどうしよっかな、わあ草系か、草系ちょっと真ん中行きたいな、真ん中。んでヘッドホン、あヘッドホンか、ヘッドホンもねすぐ取れる場所に置いといて、よしいいね。ああこれね、なんか電子なんやらみたいなリモコンみたいなやつですね。でこれ定規、これもうほんとよくわかんないんだよね。一旦ここですね。でポッキーマジでこれポッキーにしか見えないんだけど、ポッキーも置いといて、でひよこちゃんが出てきたんで、奥の方とかどうかな、ひよこちゃん、これどう、可愛くない、こうやって置いてたら。んーでまだあるんですよねひよこちゃんは。はい、3種類揃いましたね、まだあるんですよねおそらく。すごいよねこのひよこちゃんの数。ここに置くのもでもありか、どうしよっかな。いやーこの、あーこの辺でも置きたくなる、どうしよう、この辺置いていい、ごめんこっち置くわ。よし置きました、かわいいね。やっぱりさ、なんかポップの部屋に置く方が綺麗に見えるよね、ひよこって。寝る部屋はね、結構シンプルな方が寝やすいからね。また出た、また出ちゃった。とりあえず、こっちに置きます。まあ、ひよこちゃんはね、なんか、あ、リボンついてる。しかもちょっと色違うし、すげえな、このこだわり。ちょっと色違うんだけど。んで、さあ、見ていきましょう。めちゃめちゃある。なんか焦げてるな、このひよこ。なんか、お尻のなんか、これちゃんとあるんだけど、線みたいなのが。まあいいや、とりあえず。置いときましょうか。盗聴器もまた、いっぱい盗聴器あるな。盗聴器は、まあこんな感じで置きといて、これ温度計な気がしたんだよね、俺的には。なんで、この辺に置く。で、ポッキーは、ヘッドホンのものっぽいから、こっちに置きました。よし。続いてこちら。これね、マジでわかんないんだよね。袖。袖ですね。はい。袖なんで、
そんな使わなそうなんで上でいいかな。もっと親鳥来ましたね。で鳥何めっちゃすごいすごいの来たんだけどね。すごい個性のやつ来たんだけど、こんなの入荷したんだ。すごいな、いろんなひよこがあるんだね。まあとりあえず行きましょう。さあ最後の箱行きたいと思います。印刷機か。わ、印刷機。わあマジか。印刷機っつったらまあここになっちゃうよね、どうしても。こんな感じでいいかな、印刷機だからね。んーで続いてが、あーかわいいやつね、ウインナーみたいな。はい、下に並べましょう。あー出たー、ひよこちゃんね。いろんな種類のひよこちゃんですね。んーまあここでいいかな。特に他に飾る場所あんまないしな。あー目覚まし時計ね。目覚まし時計はこっちがいいのかな。いや見えたらいいから、とりあえずね見やすいこの辺とかに置いといて、んーでこのカーペットに関してはこの奥にね、突っ込んでおきます。よーし。でこのカーペットも一個あるんで突っ込んで、あちょっと手前だな、ここに突っ込んでおいて、カバン、カバンも基本的にはうんこの下とかでいいかな。さあ虫取りですね。わあ虫取りか、どうしよっかな。わあこれ困るな、どうしよっかな。虫取りなんで、こことかどう。こことかまださ余ってるしさ、他にいっぱい持ってこようかななんて思ってます。最後にね、さあ見ていきましょう。あーすげえ、なんか焼けてるみたいな鳥出てきたんだけど、半分生きてるみたいな。すごいな、いろんなのある。でこれがタンバリンみたいに出てきたんですけど、うんこんな感じでいいか。あれあれちょっとよくわかんないな。あほらタンバリンみたいなもう一個出てきた。これ何なんだろうね、受話器みたいな。ライト、ライト、マジか、鏡ライトじゃん。どうしよう、手鏡ライト。うわーこっちの方がいいって思ってしまったんで。花瓶でもさ、これさあんま上を置きすぎたらさちょっと危ない気もすんだけど、でまあ見栄え考えると結構いいかもしんないなって感じですね。これに関しては、うわーどこ置こう、引き出しとかしまおうかな。これはなんでここら辺置いときます。よし、あこれラストじゃない。本、本だ、本、本田、本田圭佑さんだ。どうしよう、この本は本棚のとこに、いやでも入るかな、ギリギリ入んない気もするけど、入んないんですよね、どうしよう。でもこれクロッキーだから一応クロッキーのとこに置きたいかもあるから、クロッキーのとこ置く。あれでもなんか置けないぞ。こんな感じで置いて、わあ2つ、あなんか2ついけなくなったな。どうしよっかな、まあこの横でいいかな、とりあえずは。 OK、 まあ最終調整入るんでね、最終的には。これでラストじゃない、もう終わりかな。あ終わった。はい、ということで皆さん、最後、答え合わせですね。一応パズルゲームではあるので、最後確認していきましょう。この家具の配置は絶対こうじゃないといけないというのがあるんでね、見ていきましょうか。こちら何がダメなんだ。あこのなんか虹色みたいなやつと、この花瓶ですね。それ以外は大丈夫っぽいね、こんなこんなにやばくても。はい、ここは、あこれが違うよっていうような感じかな。はい、このクリームが、こちらは、あーペンケースね。ペンと消しゴムはこの辺置くのが正解なのかな。あとは大丈夫っぽいな。あここは特になし。うわー待って待って、ダメなのよ、いっぱいあるなーここ。はい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 、なるほどね。あーこれもダメか、なるほどね。あこっちは大丈夫。え落ちたんだけど、これ大丈夫かな、セーブデータ。
セーブデータ大丈夫？あ、大丈夫っぽそう。待ってー、これは、これ、待って、嘘、エラー発生してやり直しになったんだけど。ちょっと待ってよ、もうね、ちょっと、まあとりあえずあれですね、あの一通りやり終わったんで、あとは最終チェック入って、まあカットで最終に行きたいと思います。行きましょう。まあ最終チェック、まあでも一通りやったんでね、このまま最終段階に入ってカットでいきたいと思います。お願いします。はい、ひとまずですね、終わりました。はい、全部の部屋見ていきましょうか。どうしよう、どっから行く？ちょっとあんま変わってない部屋もあるんだけど、まずこっから行こうか。まずここ変わった点としては、さっき置いたこの植木鉢ですね、ここじゃないとダメみたいな感じだったんで、ここに置きました。まあそれ以外変更はないかな。ただちょっとこれ気になったのが、このトイレね、流すやつがないんですよね。そこだけすごい気になりました。あ、待って。これがないとね、困りますね。ちょっと、はい。ということで次見ていきましょうか。こちらですね。まあ変わった点で言うと、変わった点で言いますとですね、まあマウスの位置がここちょっと変わったかなっていうのと、印刷機ですかね。あとはまあこの辺とかも変わってないんで、あとこいつ、このなんか楽器みたいなやつをここに置きました。あとはクロッキー1個ここに追加して、本をちょっとだけねこっちに移動しました。あとはペンか、ペンと鉛筆ね、こっちペンと鉛筆両方同じか、消しゴムとペンをこっちに置きましたっていう感じですね。あとは全部変わってないような、はい、賑やかな感じとなっております。続いてこちら見ていきましょう。こちらティッシュみたいなのをこっちに置きましたね。あと変わった点で言うと、お寿司をここにちょっと追加しました。やっぱこうしとこうかな。やっぱこうしとこう。やっぱね、お写真はね、お写真だけ見たいんで、こんな感じにしました。あと植木鉢こっちに移動した感じかな。はい、あとは変わりがないんで、次行きましょうか。こちらちょっと変わった点がありまして、まずね、こちら胡椒みたいなやつを ここにあったと思うんですけど、こっちに移動しました。あとここもねちょっとね、OK もらえるまで試行錯誤しながらここに置いたって感じですね。で、グラスカップと混ざってたと思うんですけど、ある程度こう固めました。でこっちグラスコーナーみたいな感じにしましたね。でここ調味料で、まあこんな感じですね。ここに関しては後ろがね、ガラスのボールがある感じにしましたね。はい、続いてこれがちょっとよく分かんなかったんだけど、なんか違う部屋置いたらね、罰もらったんでこっちにしました。あと 1+3 は2ですね。はい、ということで、こちらはここですね。まあこのなんかよく分かんないやつなんかお皿を立てかけるようなやつはひとまずこのしまったら OK もらえました。はい、あとは引き出しとかも特に変わってはないんですけどね。はい、まあこんな感じですね。はい、続いて見ていきましょう。こちらの部屋ですね。まあいろいろ変わった点あると思うんですけど、 Wii をここに置きまして、あとゲーム機をいっぱいこっちに置きました。ここと、であと花はこっちに移動しましたね。はい、そんな感じで、あと上路ね、見やすいように、画角的に見やすいようにちょっと左に移動しました。はい、そんな感じですかね。見ていきましょう。続いてこちらはもう一切変わってないですね。もう完璧な状態となっております。続いて、こちらなんですけど、カゴに関しては、ここら辺どっちだっけ、ここら辺にあったと思うんですけど、こっちに移動したら OK もらいました。あとシャンプーね、ハンドソープに関してはこの中がダメっぽかったんで、外に出してなんとか OK もらいました。この辺とかは変わってなく、特に変わってないですね。このプシュプシュが中に入りましたっていう感じですね。続いてこちら、引き出しちょっと開いてるんだけどこのクリームみたいなやつは引き出ししまったらねダメって言われたんで、ここに置きました。
あとね、いつでも、帽子着やすいように普通に机に置いたのと麦わら帽子で、服なんですけど、なんでここ空いてるかっていうと、なんかね付け替えれなかったんですよね。これなんかね、あのズボン、例えばさ、これスカートをこうやってさ、かけようとするとかかんないんですよね。だから上限超えたのかなっていう、かける上限超えたのかなっていうので、まあここ空いてるっていう感じですね。あと種類ごとに割と分けました。こんな感じで、はい、これ、あ、ちょっと上だけのやつとか、あとは、全体のやつとかで、上に T シャツ系とかポロシャツ置いて、ここにショートパンツ、ミニスカートみたいな感じで、あの結構ね、あの見やすいように分別しましたね。で、あとはこの辺とかも、まあ、あのズボンとかスカートとか黒いズボンとか、そういうのを分けたっていう感じですね。ここ結構こだわりましたね。で、この中とかは普通にまあ下着なんで、特にまあ変わりはないかなと。あ、ここにちょっと入ってますね、はい、ズボンと、なんかポロシャツみたいな何でもポロシャツだな。続いて見ていきましょう、こちら、カオスなことになっとるんですけど、あのひよこをここにバンと置きました。あのあっちのお部屋に置いてもよかったんですけど、まあちょっと殺風景すぎたんですよね、あのひよこがないと。なんでここに置きました。でこうでもよかったんですけど、あえてちょっとずらした状態で抱き枕として活躍していただければなと思ってここ置きまして、あとこれがね、まあ未だによく分かんなかったんですけど、これ引き出しの下、ベッドの下を置いたら OK もらえたって感じですね。とこの辺とかも OK らしいんで、まあこんな感じですね。あとは変わってないといった感じで、最後ここですね。まあこちら変わってたんとしては、ここに虹があったと思うんですけど、なくなっておりまして、ここに移動したら、OK もらえたね、ここにしました。あとは変わりなくといったところで、ここにね、なんか、うん、あのクリームがあると思うんですけど、クリームがね、なんつうんだっけ、ここにね、あったと思うんですけど、こっちに移動したら OK もらえましたということですね。おそらく子供用のなんか、あのベビーパウダーみたいなやつなのかな。ということで、はい、今回、で、アンパッキング以上となるのかな、最後のアンパッキングですね、これが。いやー、マジか。結構長かったな、俺。俺さ、すごい時間かけてさ、やったからさ、3ヶ月ぐらいかけてアンパッキングのさ、すべて終わらしたのかな。そんな感じだよね。ということで、今回、この部屋で終わろうかな、せっかくだから、この豚もいるしね。さあ、OK もらいましょう。いや、マジでね、今まで本当にね、あの、ちょっとでもね、見てくださった方、最後まで見てくださる方はなかなかいないと思うんですけど、ちょっとでも見てくださった方、本当ありがとうございます。はい、行きましょう。いやー、これ、どう読むの？うわー、家の中、ハートのくれたよ。ちょっと感動するんだけど、これラストだもんね。なんだ？子供に会うのが、本当に待ち遠しい。あ、まだ子供じゃない。子供が来てないんだ。え？え、子供に会うのが本当に待ち遠しい。あ、今、あ、に、今妊娠してるってこと？あ、そういうことか。だからもうここまで用意してんだ。うわー、すごい。じゃあ俺、おしゃぶりとかさ、ベッドの上置いてんの不自然じゃん。ごめんね、なんか。もういるっていう体だったからさ。え、マジか。わかりました。2018年7月ですね。俺の誕生日じゃん。ということで、子供ができたという感じですね。え、マジでこれどうなんの。俺さ、他の人の動画とか見てないからさ。あ、アンパッキング、うわ、待って待って、鳥肌やばい。うわー、引っ越しのトラックが止まると、家の扉をノックすると、床に置かれてたくさんの、あ、俺の飾ったやつじゃない、これ。俺が飾ったやつだ。あなたは箱を開ける。やることがたくさんあるの。俺が作った部屋が。私は心の扉を開ける。これからここには二人が住むの。あ、二人が住む。ああ、彼氏とかいたもんね。わ、俺がね、置いた家具の配置になってる。見栄えのしない窓だって。花と緑で輝くの。冷え込んでくる午後だって。あなたの布団で暖かい。梱包材の山の中から、あなたの好きなマグカップ、あ、マグカップ、あれじゃない、あの紫の、冷蔵庫には磁石をつけて、二人にとっての我が家になるの。おー、
二人の写真をあなたが飾る。私の心に笑顔と、あ、これあれかな、歌詞か、あ、歌詞かこれ。テープを知るのは私のナイフ。読んでいこうか。あなたの暮らしを二ほどきしよう。うわーすげー。なんかさ、俺めっちゃ近い。え、待って、え、あんなカブトムシいたっけ、左上の。ちょっと待って、あんなカブトムシ見たことないんだけど。あー、横ちゃんだー。二人のものが噛み合い出すの。うわー、やばい、感動してる。俺正直すっごい鳥肌やばいもん。仲良く並んだ二人の人形。うわー、なんか終わっちゃうって考えるとなんか寂しくなるわ。普通に長い時、長い時間やってきたからさ、ずっと。うわー、最後英語の曲っていうのがね、より感動増すよね。私の心に笑顔が止まる。テープを切るのは私のない。なんか深いな、言ってることが。あなたの暮らしを二ほどきしよう。うわー、あのうさぎちゃんね、最後のね。やばいな。英語だからこれか、海外の方が作ったのか。グリグリ、うーん、どうなんだろう。いろんな方がね、携わってこのゲーム作ったと思うんですけど。あー、バッキング。わー、これは本当皆さんありがとうございました。綺麗事じゃないんですけど、2006年から2022年。え、そんな昔からあったのこれ。それとも、あ、なに、あ、これ、え、このブックって、え、サクパンダ、あ、え、待って、うわ、最後に姿見れた。めっちゃ美人で、うわー、すげえ、最後に見れんだ。最後にあのさ、主人公の姿を見ることができるっていう。うわ、すげえこれ。確かに俺見たことなかったもん。なんかさ、え、これちょっと待って、アルバム選択、え、待って、これさ一回さ、アルバム選択していい？新しい機能がアンロック。オーディオ設定から、音楽をシャッフル、再生を有効にすることでゲーム内全ての音楽を聴くことができます。あー、音楽結構ねほんわかしててよかったもんね。ステージの二ほどきが終わると、ステージ評価のオンとオフを切り替えて、一時的にアイテムの、強調表示とスタートボタンを隠すこと。ん？どういうことだ？え、ちょっと待って。待って。この旅を共にしてくれてありがとう。うわー、これはすごい。夕日すげー綺麗なんだけど。え、これ X ボタンとこ押したらどうなる？ここでエンディング行くのか。なるほどね。え、ちょっと待って、他のところ行くとどんな感じになるんだ。ん？あ、こっからスタートになるのか。で、なんか強調表示が消えるみたいなこと言ってたよね。あー、これね。え、これってことはさ、もう二度と俺は引っ越すことがないのかな、この感じだと。普通の星を押して終わったけど。マジか。あ、私の仕事、これさ、写真撮った場所で変わるんだ、セリフが。待って、その辺とかもさ、なんか凝っててすごいね、なんかもう。はい、アンパッキング。ひとまず、あ、これで終わらないんだ。終了ということで。はい、メインに行きましょうか。はい、皆さん。アンパッキングこれにて、終了となります。こんなね、素晴らしいゲームをね教えてくださった方も本当ありがとうございます。あと少しでもね、もう1秒でもいいからね、見てくださった方とか、あと高評価をしてくださった方、本当にありがとう。最後ぐらいちょっとコメント欲しいな。お疲れ様でしたでもいいから、ちょっと最後ぐらい欲しいですね。ということで、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。また別のゲームでお会いしましょう。バイバーイ。